はい、ということでパックマンワールドですね。いや、あのね、前回ほらアロン・イン・ザ・ダークがダメだったから、そうだね、ということで次にね、俺が好きな小学生以来やった覚えのないこのパックマンワールドを実況していきたいと思います。ということで、このゲームの間は俺はパック同人だ。パック同人マンだ、パック同人マンな。よし。じゃあこれはどういう区切りにしようかな。勝手に始まったな。デモか?デモだ。デモはいいや。でね、操作が覚えてないっていうか、これはアーケードみたいなやつで買ったから、ディスクじゃないんだよね。操作のやつを見てないから、まあ多分大丈夫だろうという前提でやっていきます。トゥ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 ということで、クエストかな。多分ね、罰がジャンプだと思う。あー、パックマンかわいそうだな。誕生日に帰ってきてみたら、ということで、パックマンは、そうだね、さっき見たデモのバッカニアービーチにやってきたわけだ。このゲームを収録したことがないから、これ音はどうなんだろうな。よし、懐かしいな、この音楽も懐かしい。これアナログスティックでできないのかな。できそうな気がするがな。あっと、ああ、そういえばこんな技もあったな。懐かしい。難しいな。案外難しいな。よし、イチゴをゲット。
そうだね、この辺りの操作系も次回までにはちょっとデジタルの方もできる、あ違う、アナログの方もできるかなっていう感じでちょっと見ていこう。ドゥッ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 ドゥ、いやー懐かしいなー、あっこんな技あったっけ覚えてないな。ヒント、バツボタンを押してジャンプだ。バツボタン中にバツボタンでヒップアタックができるぞ。ヒップアタックは敵を倒すだけじゃない、普通のジャンプでは届かない高いところへ行くのにも使える。なるほど、この1回目の収録を見てね、ちょっとあのゲームの音量とか変えていこう。本当はね前もってやっておくべきだと思うんだろうけどお、よし倒した、よしいいね、順調だ。でこれが確かね体力回復するやつ、あ気をつけてパックマン、この先にはパックマンを狙うモンスターがたくさんいるぞ。ヒップアタックやバックダッシュでモンスターをやっつけよう。パックドットを持っていたら丸ボタンを押すとパックドットアタックだ。たくさんパックドットを持っていたら丸ボタンを長く押してみよう、ボムアタックだ。これクッキーだったはずなんだけど、パックドットって名前に変わってるね。宝箱にヒップアタックしてみた？いろんなアイテムが入っているぞ。ありがとう、もうやったぞ。これはゴーストアイランドには不思議なスイッチがいっぱいあるぞ。ヒップアタックでスイッチを押してみよう。緑色のスイッチの効果は一度だけだぞ。おお、なるほど。なんだこれ。水の中も泳いでみよう。バツボタンで浮き上がり、三角ボタンで深く潜れるぞ。ドゥッ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 ドゥ。よし。チェリーをゲット。チェリーをゲット。チェリーをゲット。そしてまたチェリーをゲット。いいね。これ深くに潜ったら、あ、カメラはついていかないのか。よし。ヒップアタック！おいえ。で？黄色スイッチの効果は時間が経つと元に戻ってしまうぞ。スイッチの効果が切れるタイミングに気をつけよう。了解だ。で、お、橋が降りてきたな。あーっと、そういうことかい。さあ、パックマン、家族を救いに行こう。これは？そこにあるのは強力なトランポリン。真ん中めがけてヒップアタック。空に向かってボヨーンだ。なるほど。行くぜ！いいね。思い出してきたぞ。懐かしい、懐かしい。連続トランポリンではヒップアタックを続けてどんどん登っていこう。了解だ。こうだな。よーし。水面でジャンプするとドルフィンジャンプができるぞ。ドルフィンジャンプで上の、水の上にあるアイテムをゲットしよう。あの、サクランボを取った時の感じだな、きっと。水の中の宝箱にもヒップアタックだ。でも、そのために必要なものが。よいしょ、おっと。あ、宝箱には特別なアイテムが入っているぞ。メタルドットがあれば水の中を歩くことができる。それにちょっとの間だけダメージを受けないで済むんだ。ほう、この影にね、パックマンの影を合わせてジャンプするとアイテムが取りやすい。お、あれは確かチェックポイントだな。あーっと、違うぞー、違うぞー、こいつだな。お、メタルパックマン、イエス。お、ワンラップゲット。そしてチェックポイント、やったね、パックマン、チェックポイントに到着だ。もしミスをしてしまったので最後に通ったチェックポイントからスタートできるぞ。それから四角ボタンのパックダッシュを試してみた？四角ボタンを押しっぱなしにしてパッと離せば、前か、ええね、
前に向かって勢いよくダッシュだ。そういうことか。イエス。さあ君は何を喋ってくれる。パックダッシュを使えば急な坂道も登れるぞ。了解だ、行くぜ。さあ君は何だい。さらにパックダッシュを使って敵を倒すこともできる。もうやってる。やってない。そんなナウイことができるなんてな。やってみよう。イエス。ああいいね。ダッシュテーブルを使えばいろんなものを動かせる。ダッシュテーブルに乗って四角ボタンを押してみよう。前にあるゲートが開くぞ。よし、チェックポイント。そこにあるのはヘリベーター。上に乗って四角ボタンを押せばいろんなところへ運んでくれるぞ。終点に着いたらボタンを離してバツボタンで次に飛び移っていこう。了解だ。うん、ここには下には何もないみたいだな。よし、上にヘリベーターで行く。ヘリベーターで行く空の旅。さて、危険、こういうところから落ちるとミスになってしまうぞ。気をつけてね、パックマン。了解だ。ほい、よいしょ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 。よし、注意、ヘリベーターの上にも安全なところば上も安全なところばかりじゃないぞ。この先のヘリベーターはタイミングが肝心。たまにはボタンを離して攻撃を切り抜けよう。そういうことか。別にその必要もなかった。ヘリベーター同士が隣り合ってる時もあるぞ。この先のヘリベーターに乗って次のヘリベーターに近づいたらバツボタンで飛び移っていこう。2つ目のヘリベーターを降りたところにあるもう一つの青スイッチに注目。あ、了解だ。ほいほい、これだな。青いスイッチは一番不思議なスイッチだ。どのスイッチも違う効果があるぞ。ここのスイッチを押すとヘリベーターが真逆に動き出す。さあこれで下にあった青いスイッチまで戻ってみると何が起こるかはお楽しみ。はい、そんなお楽しみやるしかないでしょ。ドゥッ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 。さて何が起こるのかな。おお、パックドットが出たな。お、泳いでる。空を泳いでる。俺は泳いでるぞ。ということでチェックポイント。緑のスイッチを押してみよう。この先の床が動き出すぞ。落ちないように気をつけて向こう側まで渡っていこう。了解だ。よし、なんかシーツが貼ってあるベッドみたいな感じだなこれ。よし、着いた。これはフルーツ扉。扉の向こうにはパワーアップ、スイッチ、ボーナス文字などなどいろんなものが隠れているぞ。それに仲間を助ける鍵が入っている場合も。フルーツ扉を全部開いて仲間を助けゴーストのボス、トックマンをやっつけよう。トックマン、さっきのあのいい声のやつか。いい声のやつ。あ、扉が閉まってる。リンゴは必要か。なるほど。オープン。あ、使っちゃうんだ。なんだ。わあ、ゴースト出てきた。だが、クローテやるぜ。イエース。お、ステージクリア。ナムコインをゲット。帰宅。帰宅。丸ボタンを押してください。お、なんかフルーツが吸い込まれてるな。丸ボタンで運試し、バツボタンでスキップ。運試しするに決まってるでしょ。あ、違う、目押し失敗した。あー残念。何を当てればいいんだこれ。ほい、
ギャラクシアンは梨の後か。あ、違う、ミスった。あー、もう梨になっちゃった。ほっ、ああーもう、メロン、メロンはどこだ。梨の後か。あっと、もう全然ダメ。はーい、セーブする。できる？あー、やっぱそうだよな。あの、アロー・イン・ザ・ダークのデータがね、残っております。残っておりますから。お、次のステージが開いたな。これ確か撃てた気がする。お、撃てた。お、なんか確かいろいろあったんだよな、ステージが。ということで、今回はこれはね、ワンステージクリアしたらそれで一回切るみたいな感じでやっていこうかな。ということで、そうだね、じゃあこの辺りで。それじゃあみんな、またな。